ちは、おわたねです。今回は、プロ野球チップス、久々に、まあ、こちら、13袋買ったので、開けていきます。カード。まあ、もう、とりあえず、外したので、開けていきますね。まず1パック目、1パック目は渡辺直人と大引きですね。こちらスタープレイヤーカードですね。いいですね。こちら結構レアです。結構っていうか普通ですね。まあ、2パック目いきます。いやー、こういうの開けるの楽しみがありますね。やっぱ写真で帰れるというか、写真じゃないですけど、まあ楽しいです。それでは2パック目、あれ取れない、2パック目、まあ、こちらトヨタですね。とルーナ、オールナですね。こちらはスターカードです。スターカードの率高いですね、今回。で、3パック目いきます。さて、来ますか？何か来ますか？そろそろ来てほしいかな。来てくれるかな。はい、オリックスの吉田ですね。これは森岡ですね。まあ、こんな感じです。はい。まあ。じゃあ4パック目、とりあえずいっちゃいましょう。どんどん。いやー、まあ、ラッキーカードを出したいんですね。はい。ヤギと、鈴木ですね。鈴木の、こちらが、クラッチヒッターカード、チェックリスト。チェックリストということになっております。ちょっとよくわからないですね。ちょっと、まあ面白いカードです。とりあえず、もう一泊。鈴木大地と山田哲人。お、山田ですね。こちらはスターカードですね。とりあえずどんどん行けるのか行ってみましょう。すいません、ゴメスとミコライオですね。ちょっと当たりが弱くなってきましたね。あとパックは 1,2,3,4,5 パックですね。で、そろそろ当たりが来てほしいな。じゃん、はい、坂口。これはクラッチヒッターカードですね。大引き。ちょっと珍しいの見ましたね。得点圏打率4割1分5厘。こういうの書いてありますね。いいです。じゃあ、次行きます。そろそろカード、何かいいの欲しいですね、やっぱ。ラッキーカードでもいいんですけどね。はい。岡島と山口哲也。山口はスターカードですね。
サインが出ないですね。じゃあ、残り3パックです。まず1枚目。大瀬良と、ロッテの吉田ですね。出ませんね。この2パックしかないです。そろそろ。取りますよ。はい、銀次郎。住谷銀次郎。と、近藤ですね。残り1パックです。さてと。これで当たらなかったらちょっと悲しいな。なんか出てくれよ。よし。坂本と山井でした。終わりです。はい。今日の結果は、こんな感じです。では。